2001年、私たち積水ハウスは都市の生物多様性を保全するために5本の木計画を開始しました。住宅地に各地の気候風土に調和した地域の在来種にこだわって植栽することで、住まいのある町と地域の自然をつなぎ、失われつつある生態系ネットワークを維持・復活させる取り組みです。この取り組みはたくさんのお客様のご理解を得て、近年年に約100万本のペースで植栽を実現できました。2021年、この植樹データについて全国の動植物・気候などのデータを10年以上かけて緻密にビッグデータ化された琉球大学久保田研究室との共同検証によって、生物多様性の回復効果を数値的に検証することに世界で初めて成功しました。我々がやった分析というのは、膨大な生き物の分布データをもとにした生物多様性ビッグデータを用いて、都市の庭地に樹木を植栽したことがどれだけ生物多様性を再生することに貢献したかということを科学的に定量的に評価できた点です。で、この点は非常に画期的で、従来の、様々な生物多様性の保全再生事業っていうのは主観的な評価しかできなくて、様々なアクションを比較することができなかったわけですね。しかし我々が行った、構築した分析方法では、生物多様性の再生事業を客観的にその実効性を評価することができたという点で画期的だと考えています。生物多様性の損失が拡大している今、私たちが何も行動を起こさなければ、食料確保や健康のリスク、さらに企業の資源調達のリスクが急速に高まるとされています。その危機を脱するために、生物多様性回復に向けた未来のシナリオが世界の研究者による科学的根拠をもとに報告されています。この報告は環境保全活動に加え、私たち企業や市民のこれからの行動によって未来の生物多様性が回復する可能性を示しており、これから2030年までが今後の世界を方向づける重要な転換点となります。私たちはこの転換点に世界の生物多様性回復を目指し、個人一人一人が取り組むことができる5本の木計画の活動を推進することで、ネイチャーポジティブな社会の実現に取り組んでまいります。